いつもご視聴いただきありがとうございます。赤ゴリです。おつぐり。さあ今回はシークレットアップでいろいろ検証をお送りいたします。面白かったらぜひ高評価お願いします。お願いします。さあそれでは参りましょう。検証スタートです。エアストライクが再登場。投げるとどこからともなくミサイルが飛んでくる。一撃60ダメが何度も入るっていう怖いアイテム。ミサイルが落ちてくる範囲はこの赤い枠。建築ダメージいきましょう。木、レンガ、鉄のボックスを用意。これ投げる時の注意点ですが、グレネードと同じように転がるので投げたいポイントがずれないように注意。結構破壊できる。アーマードウォールはどうなのか。ダメージが大きいところで2000ダメ入る。こりゃ強い。このエアストライクってどんな感じで降り注いでるのかというと、最初のミサイルは突然発生。それが空中で爆発した後分散化されてミサイルが降り注ぐ感じみたいですね。さあ、ライトセーバーで防げるのか。これは防げない。バトルバスへのダメージはどうか。うまく当てれば破壊できる。そして戦車はどうか。バスより当たる面積が少ない分壊れるまではいかない。ちなみにガンナーや補助席にいるとダメージを食らう。バトルバスも同じく食らう。続いてヘリが限界高度にいる場合、当てることはできるのか。限界高度には届かない。どれくらいの高度だと当てられるのか調べたところ、だいたい 100m くらいだと当てられるが、ダメージはほとんどない。一発かよくて2発当たる程度。そして天空にいた場合、地上の敵に当てられるのか。着弾までには時間はかかるが当てられる。天空には届かないので、こんな感じで投げても建築が壊れることはない。が、天空に着弾させるとちゃんとミサイルは飛んでくる。天井があるキャバーの場合はどうなるのか。これは当然ミサイルは飛んでこない。なのでこの特性を生かして上に敵がいるかなって思った場合、
当たればラッキー程度に狙うのもあり。なので飛行船の上にいる敵にも使うことができる。以上、エアストライクの基本的な使い方でした。お次はハンティングライフル行きましょう。キンハンティングで検証。頭が198、体が88。ヘッドショットの狙いどころの目安として 50m 以内だとヘッドラインそのままで OK。 75m でこのレティクル半分くらい。 100m だとレティクルの一番下を目安にすればヘッシを狙えると思います。でも敵は当然動くので、あくまで目安として参考にしてください。続いてフリントノックピストル行きましょう。これ普通にジャンプして撃つだけで落下ダメを食らうので注意。ダメージから、頭が180、体が90。撃つと自分も当たって敵も後ろへ吹っ飛ぶ。しゃがんで撃てば撃った方は飛ばないので、使い分けると結構これ強い武器。食エボを使ってからフリントノックを使うと、当然落下ダメはないのでトリックショットも狙える。まだまだ他にもあるんですが、今回はこの辺でお別れです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたら、コメント欄または他の人に見られたくないって人は概要欄のコメントフォームからお願いします。以上、赤ゴリでした。バイバイ。おつぐり。